皆さんこんにちは、佐藤大介です。佐藤のラジオ第519回よろしくお願いします。はい、今回は 2023YBC ルヴァンカップ第2戦、名古屋グランパス対サンフレッチ広島の一戦について感想を話していきたいと思います。試合は3月26日14時、エディオンスタジアムで行われました。 はい、で、名古屋グランパススターティングイレブンなんですが、ゴールキーパーランゲラックス選手、ディフェンダー右から野上選手、中谷選手、丸山選手、ウイングバック右に内田選手、左に香田選手、ボランチは稲垣選手、長澤選手、前線右にマテウス選手、中央に酒井選手、左に ターレス選手が並ぶ11名となりました、まあ今日注目で言うとターレス選手ですかねグランパス初スタメンというところで活躍に期待したいなと、まあ、あと左ウィングバックで入る幸田選手もまあけから復帰して久々のグランパスでのプレーというところであの期待したいなと。 いうところですねでまあベンチを見ると川面選手がベンチに入ってきているのでまあここは一安心というところなんですがもう一人見たいなと個人的に思っていた山田陸選手がちょっとベンチにも入っていないというところで少し心配かなというところもありました。 はい、で前半なんですが、まあ、結果で言うと0対1でしたね。まあ、失点のシーン、相手最後のシュート非常にうまかったんですけれども、そこに至る過程で、ちょっとグランパス中盤で良くない失い方をしてやられてしまったというところですね。まあ、失点シーンもそうなんですけれども、なかなか攻守にね、あのー、ちょっとまああの普段やってるメンバーじゃない選手が出てるというところはあるのかなというところも あってですけれどもなかなか攻撃のところでうまくいかなくてそのままちょっと良くない形であのー、相手に攻められてしまうというシーンが多かったかなとあの保持率だけ見るとグランパスの保持率が多いんですけれども展開としてはかなりあのー、難しいというかねうまくいっていないという印象の前半だったかなというふうに思います。まあ、このあたりはまああああこのたりはる種仕方がないといとうかね普段やっ いいる選手でではなないというとうころなので難しさもあるというところだと思いますけれどもねなんとかあの後半ねあのいい攻撃であったりあの1つねいいプレーをっていうようなところを期待しながら見ておりました。 はい、で後半開始点では交代なしと、ただ、後半12分ですかね、長澤選手アウト、米本選手イン、高田選手アウト、森下選手イン、ターレス選手アウト、長井選手インというところで、まあ、後半12分の時点で、まあ、経験のある選手を3人入れたというところですね、でその交代から約4分後、後半16分、同点ゴールですね、森下選手のゴールが決まります。 米本選手が相手陣でボールをうまく奪って森下選手へ送るとで森下選手、非常にうまかったですね相手かわしてからシュートという流れが非常に良くて、まあ、シュート自体も非常にうまかったですし、まあ、早速ね、ね交代メンバーが力を発揮するというところでしたでさらに後半18分逆転ゴールがすぐに生まれると永井選手のゴールでしたね、まあ、このゴールもアシスト 米本,選手米本選手が中央スルーパス通して、長、まあ、井選手最後落ち着いてうまく流し込んだというところで、あっという間の逆転劇といったところでしたかね。で、後半25分、酒井選手アウト、ユンカー選手イン。後半41分、内田選手アウト、石田選手イン。まあ、スコアはその後動かずと、後半2対0、トータルスコア2対1でグランパス勝利ということになりました。 はいでまあこの試合の感想なんですけれどもまあ素晴らしい逆転勝利ナイス逆転勝利というところかなと思いますでまあ今日スタートのメンバーでまあなかなかうまくいかずまあ一点先に取られてしまって状況としても難しくなってい た中で交代選手がねしっかりと力を発揮してくれて、まあ、2ゴール奪っての逆転勝利ということですね。まあ、これでルヴァンカップ2連勝ということもありますしアウェーでね、まあ、広島相手に先制されながらも逆転勝利ということは本当にチームにとっても、ね、大きな自信になるんじゃないのかなというふうに思います。今日のの試合に関して言うとまず注目だったのは ターレス選手とコーダ選手というところかなと思います。でまあ、2人ともね。今日の試合で言うと、なかなか印象的な活躍、大きくアピールできたかというとそうではないのかな？というところが率直な感想かなと思っております。まあ、まず、ターレス選手に関して言うとまあ、ボールいいところで受けるようなシーンはあの度々あったんです。けれども、そこからいい攻撃に繋がって。 なかなかねいかなかったかなというところがあります。あのボールロストしてしまうようなところもあったりねなかなかトラップが足につかなかったり少しタッチが大きくなってしまったりっていうシーンが多かったかなというふうに思います。まあね、このあたりはやっぱり緊張感とか気負いもあったんではないのかなというふうに思います。まあこれがあのタレス選手の実力だとは思わないのでまあある程度試合に慣れてくればこのあたりは全然良くなってくるのかなというふうには思います。まああとはねかなり 1周でのプレーも多かったのでダイナミックなプレーというところも見られなかったかな、スピードだったりパワーというところをあの今日はなかなか見られるシーンは多くなかったかなというふうに思います。まあ、あのただ、ね、今日まだまだ1試合目ですしあのまだまだポテンシャルはあるんだろうなというところはあるので今後の期待というところではあるかなと思います。で高田選手に関して言うと、まあ ウィングバックでのプレーというところですね、あのー、私は初めて高田選手がウィングバックでプレーしているところを見たんですけれども、まあ、なかなか苦労をしているのかなというふうに思います。まあ、これまで高田選手、あのー、もう少し前目のプレー、フォワードであったり、サイドハーフであったりというところでプレーしているところは見ていて、まああのー、その時には、ね、やっぱり。 ドリブルからシュートだったりっていうところでその,あの才能の片りみたいなところを感じさせてくれていたんですけれどもやっぱりウイングバックとなるとそのフォワードだったりシャドウ、サイドハーフっていうポジションに比べて当然守備のタスクも多いと特にグランパスのウイングバックの場合はもうかなり守備の時にはしっかり引いて。 ディフェンスラインまで引いてプレーするということが多いと思うのでそこからどうプレーしていくのかっていうところにまだまだ難しさがあるのかなまあ当然低い位置でねボール受けることもあると思うのでやっぱりそこではどれだけリスクを取るのか取らないのかあの前線であればねどんどんリスク取って 仕掛けて仕掛けてでいいと思うんですけれどもやっぱり自陣だったり中盤で、あのー、ボールロストしてしまうとそれがピンチに直結するということはあると思うので、まあ、その辺りの,、ね、あのプレー選択っていうところでも、あのー、まだまだ慣れていく必要はあるのかなというふうに思います、まああのー、ウイングバックに関して言うとグランパスは層が厚いわけではないのでそこで 良さが発揮でできれればチャンスははあるとは思うんですけれどもまだまだ、何て言うんでしょう、あの今日のプレー、あのまあ、当然今日のプレーだけで判断されるということはないんですけれども、き、まあ、今日のプレーでいうとなかなかあのまだスタメンに割って入るというような状況ではないのかなというふうに思いました。で、まあ、あのタレス選手もー田選手もき、まあ、今日の試合でねあの、アピールというところまではいかなかったというふうには思いますし、あのまあ、課題が。 多く出た試合なのかなというふうには思いますまあ、とはいえやっぱり 公式戦に出ることで初めて見えてくる課題というところもあるというふうに思いますし、まあ、特にターレス選手なんかはね今季 J1 初挑戦で,でグランパスでの試合が今日初めてだったということもあって緊張感だったり勢いっていうところもある中でのゲームだったというふうに思いますなので、まあ、試合に慣れてこればもっともっと良さ出てくるというふうに思いますしねこういった若い2人の成長というのはチームの何て言うんでしょう 底上げにはねあの欠かせないというふうに思いますしこの2人に期待しているという方も多いと思いますまあ私も含めてですけれどもねなのでまあこの2人もっともっとやってくれるだろうなというふうに思いますでまあとはいえ厳しい世界なので簡単に若いからというだけでチャンスが与えられるような状況ではないというまあそういった意味で言うと今日2人スタメン 勝ち取れたのはあ,のある程度トレーニングで、ね、しっかり力を発揮しているからなのかなというふうに思いますし、まあ、あのそういったトレーニングでできていることが試合でできるようになってくるとあのもっともっといいのかなというふうに思いますしあの今日ね公式戦で後半 12分までプレーできたというところは本人たちにとって本当にねあの大きな経験になったというふうに思いますし貴重な経験だったと思います。まあ、この経験をねしっかりと次に生かしてあの成長につなげてほしいなというふうに思います。でまあそんな中というところで交代選手で入った選手は本当にさすがの活躍。 でしたね、ビシッと結果を出してくれたというところで、まあ、森下選手まずは非常に良かったですねナイスゴールというところでで今日左のウイングバックに入ってこれ前節も左のウイングバックに入ったというふうに記憶しているんですけれどもまあその時に私は。 あの何て言うんでしょう、森下選手、右の方がいいんじゃないのかなみたいな、左どうなんだろうみたいなことを言ったんですけれども、まあ、今日、左に入って、で、カットインして右足でのゴールというところで、今日のゴールはやっぱり森下選手が左に入ったからこそ生まれたゴールなのかなというふうに思います。で、グランパス、やっぱりウィングバック手薄な状況。 で森下選手というのは非常に貴重な選手ですで右のウイングバックでは本当に、ねあのー、文句なしの活躍をずっとしていてでそんな森下選手が左でも、あのー、同じように活躍できるようになるというふうになればやっぱりチームにとっても本当に、あのー、大きなところかなというふうに思うので、まあ、こういったところは、まあ、あえて長谷川監督森下選手に左でもプレーできるように。 なってほしいと、まあ、あのなって欲しいというかプレーできるんでしょうけれどもね、それをしっかりチームで発揮してほしいというところで、ここ最近、こういったゲームで左で使っているのかなというような意図を感じましたんで、あの森下選手はしっかりそれに応えたというところで、本当に能力の高さというところを示してくれたのかなと、このあたり本当に、ね、頼もしいかなというふうに思います。でまあ、米本選手も 長井選手もしっかりゴールに絡んでというところですね。で、やっぱりまあ守備のところでビシッと安定して、さらに守備から攻撃に繋ぐ勢い縦への何て言うんでしょう。勢いが出たというところは、やっぱりあのー、ここら辺の選手はさすがだなというふうに。 思いましたし、あのー、非常に良かったかなと思います。で、き、まあ、今日の試合に関して言うと、スタートはなかなか、まあ、うまくいかずというところだったんですけれども、経験のある選手が交代で入って、そこをしっかりフォローしてくれたというところですね。で、やっぱり、まあ、ターレス選手にしろ、香田選手にしろ、自分たちが交代した後にチームが即逆転というところは、やっぱり思うところはあったんじゃないのかな、まあ、チームが勝ったという意味では、本当にうれしさも当然ある あると思うんですけれどもそれだけではなくてねなかなかあの悔しさみたいなものもあったんじゃないのかなというふうに思うんですけれどもやっぱりそういった気持ちがあの次への成長につなげてくれるんじゃないのかなというふうに思いますし何て言うんでしょうあの自分が出ていたポジションで変わった選手が即結果を出すっていうところはねあの大いに。 教科書、お手本になるんじゃないのかなという,ふうに思いますし、まあ、こういったあの経験を経てあの大いに成長してチームの力になっていってほしいなというふうに思いますでき、まあ、今日の試合で言うと本当に、ね、若い選手に経験を積ませることもできましたし結果としてもアウェーで逆転勝ち勝ち点3を取れたというところは本当に非常に大きな収穫のあるゲームだったというふうに思います。 まあですからね、グランパス、次のゲームも勝利に期待したいなというところかなというふうに思います。はい。で、そんな次のゲームは4月1日土曜日ですね、アウェーで新潟と戦うということですね。で、まあ今日、 勝利を収めることができたんですけれども、まあ今日はね、ルヴァンカップというところなので、リーグ戦で見ると、前節は FC 東京に引き分けというところですね。なので、まあ、時節、アウェーではあるんですけれども、なんとかね、勝ち点3の欲しい試合というところになります。で、次戦、代表からね、藤井選手も帰ってくるというふうに思いますしまた、 あのー、代表で感じたものをね、藤井選手チームにもたらしてくれて、で今日の勝利もありますし、いい流れで次の試合、臨めるんじゃないのかなというふうに思います。次戦もね、グランパスの勝利というものに期待したいなというふうに思います。はい、そんなところで、佐藤のラジオ第589回、今回はこのあたりで失礼したいと思いままます最後まででごご視聴いいいたたただきありがとうございまししそれでは失礼いたします。